我が輩を敬わぬ若者に話すことなし。蛍の光、いざさらば。スノーたちが声を上げる間もなく、くるみ割り人形は高速で逃げ去っていった。僕のおばあさんはあんなに早く動けませんよ。ゼペットじいさんだって。感心している二人を前に、スノーは深いため息をついた。とにかくくるみ割り人形は当てにならないことが分かった。ならば。その言葉を受け、赤ずきんがパッと笑う。目についたナイトメアを片っ端から殺しましょう。言い方と、ピノキオは顔を歪めた。またくれる？サンタさんならそこにいたよ。赤いサンタさん？黒いサンタさん？何？サンタがいても変わらないさ。僕たちは永遠に報われないもの。物語を面白くするために私たちをもてあそばれる。主人公をよりよく見せるために。意地悪な役目を押し付けられて、ひどい目にあって、それを読者は喜ぶの。僕たちの不幸は物語のスパイスだから。ああ、どうせなら安らかに死にたい。まさかこの子供たちを。邪念は全て浄化しました。スノーたちはようやく気づいた。聖夜を楽しむ夢のようなお菓子の国。しかしそこにいたのは、物語の中で犠牲になったもの。八つ咲きの刑となったり、釘の詰まった樽に入れられたり、首をはねられたり。主人公の引き立て役ですよね。ピノキオの言う通り、物語の中でひどい目に遭った者たちが形を成したのが、この世界の子供たちだったのだ。私たちを踏み台にして、あなたたちは輝いている。近くにいた子供が暗い目をして、スノーのドレスを引っ張った。